おはようございます。おはようございます。ただいまの出席委員は6人で全員であります。これより経済建設委員会を開会いたします。本日の審査事項は、12月7日の本会議において、本委員会に付託された議案第9号、第10号、第13号、第14号、第15号及び請願第9号のほか、お手元に配布の事項についてであります。それではこれより審査に入ります。議案第9号、橋本市水道事業審議会条例についてを議題といたします。本案について当局より説明を求めます。はい、水道経営室長。水道経営室長。おはようございます。おはようございます。先日はお寒い中、取水口、浄水場、視察見学、どうもありがとうございました。お疲れ様でございました。本条例につきまして、本市水道事業を取り巻く環境は今後ますます厳しさを増してきております。後ほどご報告いたします水道事業の将来像についても大変厳しいものがあり、難しい舵取りが求められています。そうしたことから、この条例は水道事業の適切な運営について審議していただくため不特機関として橋本市水道事業審議会を設置するものでございます。以上です。はい、説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませんか。はい、田中委員。はい、本会議以上でもさまざまな質問があったんですけれども、まず確認しておきたいのが、選定方法とこの市民の人数および水道に絡むことですので、選定方法に、そこで何とかしてくれという話じゃないんですけれども、例えば普段水を使う人であったり、例えば女性主婦関係とかね、やっぱりそういう人の意見も必要なのではないかなというふうには感じておるんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。水道経営室長補佐。水道経営室長補佐。それでは、委員の構成について説明させていただきます。まず、1号委員につきましては、公益業会計業務の専門家、水道事業の経営に、詳しい方等にお願いする予定をしております。そして2号委員につきましては、平日昼間に参加できる方は限られてきますが、広く募るということでホームページ等で公募を行い、論文また面接あるいはその両方による選考を考えております。で、委員おっしゃる、就職ですねというか、そういう方は、2号委員または次説明いたします3号委員の方に、入ってくださるのかなと考えております。3号委員につきましては、区長理事会および商工会、そして調整団体から推薦をいただいた方にお願いをする予定をしております。これも5名で考えております。そして4号委員につきましては、先に述べた方の他にですね、審議会を進める上で参加いただきたい方がいらっしゃった場合に備えたものでございます。以上です。はい、他にございませんか。よろしいでしょうか。はい、質疑がないようですので質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論する方ありませんか。いらっしゃいます。討論がないようですので討論を終結いたします。これより議案第9号橋本市水道事業審議会条例についてを採決いたします。本案は原案の通り決することにご異議ございませんか。いらっしゃいます。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決されました。次に議案第10号橋本市農業委員会の委員及び橋本市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例についてを議題といたします。本案について当局より説明を求めます。農林水農林国家庁。はい、おはようございます。すいません、ちょっと緊張してます。すいません。農林振興課長。はい、
今回の橋本市農業委員会の委員及びの橋本市農地利用最適化推進の形成に関する条例についてご説明させていただきます。ちょっと少し長くなりますので、直接させていただきまして、説明させていただきます。この条例は、平成28年4月1日から農業委員会法が施行されたことにより条例等を策定するものでございます。まず法律の改正の主な内容でございますが、1つ目といたしまして、農業委員会の役割が農地の利用の最適化の推進として強化されてございます。全ての農地に対する担い手が利用する農地面積の割合を現状の5割から8割に拡大することが目的と掲げられ、これを達成するため農地等の利用の最適化の推進が農業委員会の必須事務であり、農地等の利用の最適化の推進が最も重要な事務であることが明確になりなってございます。農地等の利用の最適化の推進とは、有給農地の発生防止と解消、担い手への農地利用の集積、集約化、新規参入の促進でございます。具体的には、農業委員会は許認可だけではなく、担い手への農地利用の集積、集約化、耕作放棄地の発生防止解消、新規参入の促進に積極的に取り組むことが義務付けられてございます。特に農地パトロールや農地利用状況等調査などの現場活動を積極的に行うことが義務付けられてございます。特に農地パトロールや農地利用状況調査などの現場活動を積極的に行うことが重要になってございます。2つ目といたしまして、新たに農地利用最適化推進基金が設置されています。農業委員会は、農業委員と共に活動できる推進員を委嘱します。農業委員会は農地等の利用の最適化の推進に取り組む体制を強化するため、農地等の利用の最適化をの推進を、指揮権推進と指揮権を有する社のうちから農地利用最適化推進員を委嘱します。農業委員会は区域ごとに農業者等から候補者の推薦を求め社を募集します。農業委員会の総会は推進に対して担当地域における活動に報告を求めることができます。また農地利用最適化推進員は農業委員会の総会に出席し意見を述べることができます。農業委員と農地利用最適化推進の一体的に連携し合って取り組むこととなっております。3つ目といたしまして、農業委員会の選出方法が変更されてございます。地域の農業を利用する担い手が、透明なプロセスを経て確実に農業委員会に就任するようにするため、公選制から地域推薦候補となります。農業委員の選出方法は公職選挙法に基づくものから市町村が議会の同意を得て任命する方法になります。市町村長は任命にあたってあらかじめ地域の農業者や農業団体に候補者の推薦を求め公募を行います。地域推薦と公募の結果を公表が決めつけられ、市町村長はこれを尊重することが求められております。区域内には認定農業者が少ない場合などを除いて、農業委員会の過半は認定農業者があるであることが求められておられます。農地転用や農地集積などに利害関係のない者も登用することが決め付けられております。また、女性や青年の登用が求められております。全国に、既に全国に農業員の8割が新体制に移行となっております。伊東地方では他町は既に新制度への移行を行っております。農業委員会の農地利用最適化推進の新体制の統計は、農業委員だけで旧体制の時代よりも約 1.2 倍の人員増となっております。それでは橋本市農業委員会の委員及び橋本市農地利用最適化推進員の定数に関する条例について説明します。第1条はこの条例の趣旨について定めでございます。第2条は農業委員会の委員の定数について定めています。現行の農業委員は改正前の農業委員会等に関する法律第12条に基づき、農業委
農業協同組合、農業共済組合、土地改良区がそれぞれ推進した理事または組合員で各1名ずつの3名、市議会が推薦した農業委員会にの所掌に属する事項につき学識経験者を有する者が4人、合計21人の構成となっております。本条例改正後の農業委員の定数は現行の農業委員のおおむね半数程度という国の指針を踏まえ、橋本市内を橋本、西部、君、津田、小井の、鴨呂、小屋、上後、篠田の9地区に分け、各地区から推薦された者が1名、学識経験者など利害関係を有しない者が1名、応募による者が1名、合計11名の構成となる予定でございます。第3条は農地利用最適化推進の定数について定めております。法令に照らし、橋本市内を同じく橋本、西部、君、津田、小井野、鴨呂、小矢口、大越、篠田の旧地区に分け、それぞれの区域が持つ農地面積と農地転用等の確認案件をの実績を考慮しまして、定数を決めました。橋本1、西部2、君2、津田2、小井野1、鴨呂2、小矢口1、大越1、篠田2、合計14名の構成となる予定でございます。補足としまして、橋本市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止を行います。以上でございます。よろしくお願いします。説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませんか。はい、田中委員。はい、まず1個目が、農業委員の応募委員の方ですね、1名ということなんですけれども、これのまあ選出方法と、で続いて、推進委員の選出方法についてお伺いいたします。はい、農林振興課長。農林振興課長。はい、応募につきましては、各地域の推薦、地域等の推薦等になってございます。同じく、農地利用最適化推進委員も、候補者からの、農業者等の候補者からの推薦をもとに希望者を募集する予定でございます。あと、公募もございます。以上でございます。はい、田中委員。それの選考方法ですね、まあ、推薦なんで人数を超えることもあるでしょうし、まあ、応募委員かって、まあ、何人、ね、どのようになるかわからない状態で、どのような手段を持って選んでいくのでしょうか。これ両あの農業委員も推進委員も両方です。農林振興課長。農林振興課長。はい、評価委員会を設けまして、選考選考基準に定め、選考したいと考えてございます。はい、田中委員。はい、現状その評価委員はないんですか、あるんですか。で、そのあたりいかがですか。はい、農林振興課長。農林振興課長。はい、現行は今までは公選、公選制でございましたので、ありませんので、新たに、要項を定め、選考委員を定めていきたいと考えております。はい、長、はい。ということは、その、まあ、評価委員が、まあ、どのような方がされるのかというのも気になりますが、まあ、そこにも、まあ、農業に詳しい人もあれば一般の方というのもなるのか、そのあたりはどのようにお考えですか。はい、農林振興課長。農林振興課長。農業委員の評価委員の候補につきましては、副市長と経済推進部長、農林振興課長を4番目としまして、その他市長が認めるものの、次の職にあるものとするように、検討しております。で、農地利用最適化推進委員につきましては、現行の農業委員さんの職務代理者を長として残り、会長の推薦のものが農業委員さんが、
評価委員となります。以上でございます。はい、よろしいでしょうか。他にございませんか。はい、はい、中本委員。ちょっと、お聞きしますけど、農業委員会とか推進委員のこれ会議の代理年間どのぐらいの会社なんですか。はい、農林振興課長。農林振興課長。はい、農業委員会と推進委員会の会議はそれぞれ、12回ずつを予定してございます。はい、なるほど。そしたら毎月1回ぐらいのあるわけですか。農林振興課長。農林振興課長。はい、その通りでございます。はい、他にございませんか。はい、田中委員。すみません、評価委員会の方なんですけれども、今から作るということで、大体いつぐらいにできて、その、評価委員会ができらんと、その選考方法ってわからないと思うんですけれども、ちょっとそこだけ確認させてください。農林振興課長。農林振興課長。はい、各農業委員の候補者の評価委員会の規定等につきましては、条例が定まり後、策定の予定でございます。設置の予定でございます。他にございませんか。はい、杉本委員。はい、はい、まずですね、橋本市に認定農業者は45名と書かれていますが、この規定は何なん、何かこう収入によって規定があるとかだったら教えてください。で、この今度やる農業新しくなった場合の任期は何年かっていうのを教えてください。以上2点お願いします。はい、農林振興課長。農林振興課長。はい、認定農業者の基準ですけども、一つは、計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること、ということが1点あります。この市町村基本構想というのがですね、農業の年間所得額が1人当たり400万程度、年間労働時間が農業1人当たり2000時間程度の時間数の水準を実現するもの、いわゆる計画が当たっているものということで、認定、していく、いきます。それにつきましては、農業経営改善推進会議によって承認されるされます。以上でございます。任期につきましては3年でございます。他にございませんか。はい、すいません。はい、学識経験者というのが新しい、農業委員の方にあるみたいなんですけれども、これは農業に関しての学識経験者というふうに理解したらよろしいでしょうか。農林振興課長。農林振興課長。はい、農業に関してのいわゆる専門知識を持っている学識経験者というふうに考えております。はい、他にございますか。はい、杉本委員。旧地区各一人の農業委員なんですが、これは各地区にバラバラにこの45人はなんていうの分かれているのかなと、ただ半分以上おったらいいというので多分半分ぐらいだと思うんですが、各地区に分散していらっしゃるのかどうかお尋ねします。農林振興課長。各地区で、各1名ずつの農業委員さんは、ご推薦いただくようなことに予定してございます。今の質問は認定農業者が各地区にいるかということです。
農林振興課長。農林振興課長。はい。各地区に、認定農業者はいてございます。それぞれ、若干ばらつきはあるんですけども、各地区に行ってございます。はい、はい、次の委員。それで本人が私は嫌だと言った場合、ない地区も発生すると考えてよろしいでしょうか。でまたその場合の、もし人を入れないといけないんであれば、どこかの地区から入れるとか、そんなのがあるんでしょうか。農林農林振興課長、そうですね、認定農業者がとてもじゃないけどという話がございますと、まあ、そういうことにならざるを得ないのかなと思いますが、ただ地区につきましては、その地区のことをやはり、知っていただいている方になっていただくように、できるだけ、まあ、各区の方に、お願いするような予定でございます。はい、他にございませんか。なし。はい。質疑はないようですので、質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論する方ありませんか。なし。討論がないようですので、討論を終結いたします。これより議案第10号、橋本市農業委員会の委員及び橋本市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例についてを採決いたします。本案は原案の通り決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決されました。次に議案第13号、公の施設の指定管理の、指定管理の指定についてを議題といたします。本案について当局より説明を求めます。まちづくり課長。まちづくり課長。おはようございます。おはようございます。それでは議案第13号、公の施設の指定管理について、提案内容をご説明させていただきます。議案書61ページでございます。まず施設概要の方から説明させていただきます。橋本市林間田園都市駅駐輪場は平成3年度の第一工事、平成7年度の、すいません、平成7年度の第二工事を経て現在に至っております。平成18年度より指定管理制度を導入し、これまで二法人により運営してまいりました。今年度末、平成30年3月31日をもって指定管理期間が終了します。林間田園都市駅、駐輪場の指定管理を継続するにあたり、新年度から指定管理者候補の公募を行いました。その結果、一法人より申請がありました。橋本市指定管理者選定委員会要項に基づき、平成29年11月6日に選定委員会を開催し、選定委員会において審査された結果、前回一致により公益社団法人橋本市シルバー人材センターが候補者として選定されました。よって公益社団法人橋本市シルバー人材センターを平成30年4月1日から平成31年3月31日まで指定管理者として指定したいので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませんか。はい、田中委員。はい、指定管理期間が今回1年ということなんですけれども、このあたりはどのような理由からですか。まちづくり課長。指定管理期間が1年ということなんですけど、まあ、通常ですと今まで3年というふうにしてきたんですが、2018年以降において、同駐輪場運営のちょっと見直しを考えておりまして、従事職員の雇用方法や管理体制の強化などをちょっと検討しております。で、その関係上、2018年の指定管理期間を単年度とさせていただきました。はい、他にございませんか。はい、はい、古市委員。はい、すいません、ちょっと勉強不足なんで教えていただきたいと思います。どこの何回高野線のどこの駅にも言えることなんですけども、ここに限ってのことじゃないんですけども、その
駐車場置くスペースを分母としたときに、その置いてる台数っていうから、まあ、空きスペースとかもだんだんこう人口減少とかいろんなことが絡んできて、この割合っていうのがちょっと勉強不足でできてないところがありまして、ちなみにここの上がっているところの駐車場でしたら、まあ、50% ぐらい台数置いてるとか、そういうのは大体どんな感じなのかちょっと教えていただけたらと思います。町づくり課長。はい、現在の林間の駐輪場なんですけれども、もともとは900台以上の駐車スペースがございました、ただちょっと利用率が年々低下していきまして、平成27年の6月末をもちまして休館ですね、休館を閉鎖しております。現在は新館のみで運営しておりまして、収容スペースが224台の、一時預かりが45台の、スペースとなっておりまして、ちょっと待ってください。利用率がですね、28年度ベースで、約 76.6% ぐらいです。以上です。はい、他にございませんか。はい、ポルシン、すいません、ありがとうございます。まあ、大体70何%で、まあ、稼働してるっていうことのことはよく分かりました。だからその今の、ご答弁にちょっとお聞きするんですけども、その使わなくなった休館っていうのはどないなっていくのやと、まあ、当然財政難なんでいっぺんに答えれるものではなく、方向性だけ教えていただけたらと思います。町づくり課長。はい、今ちょっと検討しているのはですね、今放置自転車とか無料駐輪場の中ですね、乗ってきて掘りっぱなしに置いてある自転車とか、路上で放置されている自転車っていうのを今回収して、タルイの掛け運の下に保管しとるんですけども、フェンスで囲ってあるだけで、ちょっと防犯上あまりよろしくないんです。その関係で、ちょっとその辺の放置自転車の保管場所として、できないかなっていうことも、ちょっと今検討させてもらってます。はい、よろしいですか。はい、結構です。はい、他にありませんか。なし。はい、質疑がないようですので質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論する方ありませんか。討論がないようですので討論を終結いたします。これより議案第13号公の施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。本案は原案の通り決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決されました。次に議案第14号公の施設の指定管理の指定についてを議題といたします。本案について当局より説明を求めます。橋本ブランド推進室長。ブランド推進室長。はい、橋本ブランド推進室、柏木です。よろしくお願いいたします。ちょっと長くなりますので座ってやらせていただきます。はい、議案第14号公の施設の指定管理者の指定について説明させていただきます。はい、本件は橋本市地場産業振興センターの指定管理者の指定について、地方自治法第224条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。指定管理者に指定しようとする団体は、高野口町商工会、橋本市高野口町名村1028番地の1代表者会長狩田一郎、指定する期間は平成30年4月1日から平成30年3月31日までの3カ年でございます。はい、お手元の資料に沿って説明いたします。はい、地場産業振興センターの基本データにつきましては、お手元の資料に記載の通りでございますけれども、開設が平成16年の7月から、
設置目的としては本市の地場産業の活性化のための体験学習や IT 研修、地域の交流を行うことや地場産品の良さを国内外多くの方々に知ってもらい地場産業の振興を継承、市街地の活性化を図ることを目的として、設置しております。現在の管理運営体制ですけれども現在も小矢口町商工会が管理を受託しております。管理運営の状況でございます。職員数については2名で管理をしております。指定期間については平成17年当時から小矢口町商工会と契約して管理運営を行っていただいております。利用者数につきましてはここ数年真田丸効果などもありまして観光客も増えておりまして利用者数については増加傾向でございます。指定管理料につきましては現在の直近の3年間27年度から29年度3か年やっておりますが年間650万円の指定管理料でお願いしております。はい、続きまして指定管理候補者の選定経過でございます。本年9月から約1ヶ月半市のホームページで公募を行いました。そして10月27日に審査委員会を開催いたしまして結果として応募は小矢口町商工会一団体のみでございました。その場合審査委員の平均点が60点以上で合格と定めております。今回 61.25 点ということで合格となりました。審査基準については19ページに記載しております。で指定管理候補者の概要は先ほど述べた通り、小矢口町商工会となっております。指定管理料は、前年度までと同額の年間650万円でございます。指定管理候補者の管理運営の基本方針でございますけれどもこれは事業者の事業計画書に記載されているものから抜粋しておりますけれどもパイロールものを主とした地場産品の魅力を国内外に情報発信し地場産業の振興を図ること、また、内外から人が集い街中に賑わいと活気を生み出すこと、こういう、大きな基本方針でもって運営していくということで、考えております。具体的な取り組みでございますけれども、地場産品の展示販売や制作体験講習、これは基本的なことでございますけれども、橋本ブランド推進室と連携した地場産品の新たな販路開拓販売支援などもやっております。やっていくという計画です。で、リピーターを増やすためのサービスの質の向上であったり体験型講習の受講者数の増加、これ折り紙体験とかもやっております。そういうものの受講者数を増やして利用料を取るという形です。はい、そして、来訪者と地域住民の交流が推進されるような、にぎわい創出事業の展開、無料 Wi-Fi 利用可能施設であることを広く周知し国内外の来訪者の利用促進を図る、ホームページや情報誌コミュニティ FM などの媒体を活用したイベントの告知も行う、会議室の有料利用の増加などを、行いまして、売り上げを、上げていこうという形で考えてございます。その他詳細につきましては、添付資料のですね指定管理の申請時の事業者からの事業計画書等に記載されておりますのでご参照いただけたらと思います。私からの説明は以上で終わります。説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませんか。はい、今木委員。すいません。この審査結果で 61.25 ということでございますけれども、このどっかに、乗っとるかもわからんのですけども、この審査委員っていう方はどのような方ですか。橋本ブランド推進室長。ブランド推進室長。はい、審査員は、副市長、理事、部長3名、外部の税理士の方、計6名で実施されております。以上です。はい、他にございませんか。はい、田中委員。
はい、はい、まずお伺いしたいのが、設置目的、振興センターの設置目的は載っておるんですけれども、今の指定管理者がその目的に沿った内容をきっちりやっていただいているということで、間違いないですよね。はい、橋本ブランド推進室長。ブランド推進室長。はい、そこにつきましては、現状の運営状況、そして、計画書を、審査員が見られて、そういう判断をしておりますので、今後とも、もちろん、市としても、指定管理しておるので、勝手にというわけではなくて、一緒に盛り上げていきたいと考えております。以上です。はい、お願いします。連絡は密にしてくださってるのは知ってるんですけれども、市の思いっていうのは、市はここをこういうイメージで設置したんやでという思いを汲み取っていただいて、さらにそれで頑張ってくれてる、指定管理先ということですよね。でそこでお伺いしたいのが、体験型講習の受講者数の増加とか、Wi-Fi で、来訪者の利用促進を図るとか、会議室の有料利用の増加って書かれてるんですけれども、これ、過去、指定管理されてきた中で、年間どれぐらいのペースで増えていっておりますか、そのあたり、人数、もしくは金額ベースで、よろしくお願いします。はい、橋本ブランド推進室長。ブランド推進室長。体験とか、売り上げですけれども、収支、計算書にございます通り、例えば平成27年度のイベントでの、売り上げについては70万2000円で、28年度のイベントでの売り上げは161万350円ということで、増えております。会議室等使用料につきましては、平成27年度の決算では5万6080円で、28年度の決算では7万280円ということで、わずかですが増えております。あとこれ以外 の, これ以上の数字というのは持ち合わせでございませんので、以上でございます。ね、数字増えてるんですけれども、これ収支決算書、計画書の方見たらね、35ページなんですけれども、例えば、平成30年度ですと、利用料金ということで、収入が2万円という目標になっておるかと思うんです。これ過去の実績から見たら、ここってもっと上げれるんじゃないかな。実際利用者が増えていってる中で、この数字の部分がね、気になる。別に指定管理先が悪いとかじゃなくて、この辺はどのようなチェックをされて、これで OK という判断を出した基準をちょっと知りたいんですけれども、いかがですか。橋本ブランド推進室長。ブランド推進室長。はい、利用料金とか物品売上につきましては、審査会でも質問が出まして、低すぎんじゃないかということで質問が出ましたけれども、事業者の回答としては、あくまで、現時点での、見込みというか、ですので、当然これ以上、これを上回るように頑張るんだよということはおっしゃっていましたけれども、現時点の見込みなので、ちょっと低めにしておきたいというようなことであったかと思います。以上です。田中委員。昨年、28年度で7万円の会議室等の使用料で、これなんで低めに設定せんなんのかなと。例えばこれが仮に5万とかやったら、わかるんですけど、極端に少ない設定料金なので、この辺っていうのは、審査会の方でどんな意見が出たのかっていうのは知りたいです。はい、橋本ブランド推進室長。ブランド推進室長。はい、その辺は正直質問も審査会でも出ましたけれども、事業者としては見込みで過大な計上をしたくないというような回答であったかと思いますので、現時点ではもちろんこの金額でやるわけではないと、頑張りますということでございましたけれども、低めに見積もって計上しておるようなところでございます。以上です。はい、他にございますか。堀内。
すいません、引き続きちょっと何点かあるんですけども、今田中委員の関連からちょっとお伺いしたいんですけど、この会場が2万円の設定がまあ低い高いというのは、あの審査会でまあ話しとんであれば、あの私は結構なんですけども、その私の感じるその設定の基準根拠になるんですけどね、あの審査会に文句言うとるわけではないです。あのブランド推進室と地場産業振興センターとで、あの色分けができてない部分とか、そのまあ言いたいのは駐車場なんです。この会場を貸すのに、まあ、お金取るのに、それなりの会場に人入るのに駐車場どれだけ構えとんか、またほんでこの指定管理の人の2名雇っとるんやったら、その人の駐車場がどうなっとんか、でブランド推進室の職員さん駐車場どないなっとんか、ほんで C の車、まあ、2台あるということやったと思うんですけども、その足し算引き算がちょっと色分けができてないんですけど、まあ、利用料でお金を取っとるんやったら駐車場の整合性がどうなっとるかっていうのは、お答えできますでしょうか。はい、橋本ブランド推進室長。ブランド推進室長。はい、指定管理の、地場産業振興センターの来客用駐車場としましては、建物の北側に5台分ございます。そして、職員はそれぞれ、1名は自分で駐車場を借りて民間で停めておりますし、もう1名は自転車で来ておりますので、来客用駐車場にはもちろん停めておりません。そして、C のブランド推進室の公用車につきましては、公約地公民館の横に2台分の駐車場を C として取っておりまして、そちらの方へ停車しておると。こういう状況でございます。以上です。はい、堀内。はい、まあ、ちょこちょこブランド推進室並びに地場産業振興センターにお邪魔することあるんで、本当に雰囲気よくて、レジとかそのお世話いただいている方も雰囲気もいいですし、私は文句のつけどころない、いいして、管理していただいていると思うんですけど、この駐車場がこれ果たして今度は5台で足りるのかなっていうのと、でブランド推進室さんも、まあ、公的な場所にあるんですから、例えば私行ったらここへ止めますし、ここのその何て言うかな、混んでる時とか、そのすごい住み分けが難しいっていうかな、ちょっとややこしい質問になるんですけどね、ここら辺がもうちょっときっちり分かっとらんと、空いてるとこはここしかないよ、入り口も狭い、で奥にも大きい駐車場ある、これ今までよう事故起こさんと来たなっていう、こんな事故起こった時はこれ所管的にどこの責任になるんやろうって、当然国道のとこ重なってるからまだ話になるんですけど、中へ入ってしまったら奥にも駐車場みたいな あるんですよね。そこはちょっと僕建設部局、それはね、建設の方もおられるんで、地図見たらここまで市道でここまで離道でって色の塗った地図を持ってる部署が存在するんやけども、ここら辺がねちょっと置きにくいというか、来客用っていうふうに示しているのか、ただ広場あるからここへ止めれよっていうのか、でまたブランド推進室に、まあ、公的なお客さんとかその用事やってきた人が奥へ止めれとか、結構車橋本市って書いた車ちょこって横に止まっとったりとかあるし、まあ、細かいこと言うて悪いんですけど、今室長さん、公民館に2台あるって言いましたけど、そこに止まっとんのを見たこと僕ないですし、きっちりした方がいいのかなと思うんですけど、何かある前にきっちりしようっていうような傾向をの気持ちをお持ちなのかどうか、ちょっとお答えいただきたいと思います。橋本ブランド推進室長。ブランド推進室長。はい、駐車場5台ですね、につきましては、確かに大きな、まあ、イベント研修会ですね、体験講習とかあった時には、まあ、結構いっぱいになります。まあ、そういう時は、まあ、もちろん事前に分かりますので、そういう時は、まあ、産業文化会館へ止めて歩いてきてもらったり、あるいは、まあ、小屋口商工会にお願いして止めさせてもらったりとか、まあ、そういう形で、まあ、分散して止めるようにと考えております。まあ、事故につきましては、まあ極力、まあ、各自の判断で、まあ気をつけていただくというところしかないのかなと考えますけれども、そういう、まあ、大勢が来ると分かっている時については、まあ、駐車場の分配についてはきちんと、まあ、立ち寄りどころから指示しながら分けられて置いていきたいなと考えてございます。以上です。堀内。まあ結果が
全てなんで結果が高い誰の責任やとかそういうことを、まあ、申し上げるような言い方に聞こえてしまうんやけどもそんなことを思っとるわけではなく、まあ、整合性取れるようなご答弁いただきたいなっていうのでちょっと聞いただけなんでちょっと意地の悪いような聞こえ方やったらお詫びするんですけどもやっぱりこういう根元をきっちり分けておかないとむちゃくちゃになってきた時にそのねちょっとイベントで人増やそうとか会場でお金取ろうっていうんやったらある程度のやっぱりね受け皿の形っていうのもまだ検討課題としてまあ要望という形で結構ですのでまたよろしくお願いします。続いてよろしいですか、はい、もう一点聞きたいことがあるんですけども、今回のこの指定管理の、公募をしたっていうことやと思うんですけど、まあ、ちょっと、経済建設とは違うところの、例えば文教の施設の公の管理についてと同じようなのがこう上がってくるときあると思うんですけども、委員会がちょっと本議会がちょっと記憶にないんですけどもあるところをまあ指定管理するにあたって公募なしで行くときもありますよね。はっきり言うてここはその裏付けた根拠としてここの団体と違ったらこれはできへんだよ文化に携わる教育に携わるとかこんな感じでここしかできへんっていう答弁で指定管理がそこに決まるということは過去にもあったと思います。で私ちょっと勘違いやったらお詫びするんですけどもこの地場産業振興センターの今回の指定管理で公募するのは全然平等性あって悪くないことやと思うんですけど高野口の地場産業振興センターで高野口商工会さんに以上の団体って僕は知らないですっていうことは公募する必要もそのなんていうかなそっちの文教施設との整合性になってしまう客観的に見た時にねもうここ以上の少年だったらもうこういう指定管理の仕方はもう別に間違いではないと思いますしその審査される方が理事さん副市長さん経済部長さんとあと部長数名と税理士さんとかだったらもう大方はまだ C の人じゃないですか。もうここ以上の小矢口地場産業振興センターをもてなしできるところはいてないと僕は逆に思うけどもこれを逆に公募する理由っていうのは何なんやろうって思うんですけどちょっと教えてください。橋本ブランド推進室長。ブランド推進室長、はい地場産業振興センターにつきましては、今年度までですね公募ではなくてもう一社に対して受注しておりました。で今年度初めて、まあ、公募という形にしたのはですねやはり、まあ、この地場産業振興センター、まあ、いろんな目的がありますけれども、まあ、一番大きな目的としてはやっぱり地場産品をたくさん売り上げる広く知らしめるそういう観点から考えると民間でできないことはないんじゃないかと。そしたら民間で意欲あるいっぱい売り上げて儲けたるねんというぐらいの意欲ある民間事業者に参入してくれば当然まあ商工会の方も私もまあ負けてられんということで、まあ、競争になるということも考えまして公募といたしました。で、まあ、1ヶ月半の公募を行ったんですけれども、まあ、残念ながらまあ1社しか来なかったわけでございますけれども当然、まあ、1社であるからもうそのいいんだというわけではございませんのでそのこの公約首相公会1社とブランド推進室協力してしっかり物品を売っていきたいというふうに考えております。以上です。はい、まずお聞きしたいんですけども一応審査結果が60点以上ということですけどもこれ今回これ 61.25 ですか。あんまりいっぱいいっぱいの線で聞いてますけどこの審査委員が副市長はじめ部長たちということを聞きましたけどもこれあと足らない分の一番大きな要素にはどういうことがあるのかちょっと教えていただけますか。経済推進部長。経済推進部長、私審査員の一人として参加させていただいているわけなんですが私の判断の中ではやはりもっとまあ、先ほど出張お話しさせていただいたように物販 PR に関して積極的にもう取り組んでいただきたいという気持ちの表れとして、これ平均点ですので私の点数は明らかにしませんが結構厳しい、採点をさせていただいたつもりです。はい、中本委員。まあ、私もね少なくともね
70点、75点ぐらいあるのかと思ったけど、本当にいっぱいいっぱいの点数線か、これはどうかなと思うし、で、実際あれ、売上等と見たとき、経費から考えたら、とてもないけど、これやっていける状態じゃないですかね。しかし、その中で先ほどから、売上に対して、頑張っていかなきゃ考えてますという答弁がありましたけど、一体どのように具体的にどのように売上を伸ばすためにどのような考えがあるのか、それもちょっとお聞きしたいと思います。はい、橋本ブランド推進室長。ブランド推進室長。はい、当然、一つは立ち寄りどころをですね、あそこが、まだまだ、広く知られてないと、県の方でも、こんなところにこんなのがあるの知らなかったというような職員さんもおりましたので、周知ですね、広報 PR 面を、市としても共にやっていきたいと考えております。あと、売上につきましては、一つはふるさと納税の返礼品にできるだけ立ち寄るところに置いてある物品をたくさん、取り入れてですね、でまず物を知ってもらう、そしてこれいいじゃないかということでリピーターになってもらうというような取り組みもございますし、我々自身が、東京とか行って物産販売することもございますので、そういう時に、できるだけ立ち寄りどころに置いてある物品を持って行って、で販売して、でこれは小江口で買えますよというようなことでアピールしたりとか、そういうことを、これはでも、当然やってきたことですけれども、引き続き意識しながらやっていきたいと考えております。以上です。ただいまの答弁聞いてまして、失礼ですけども、それだけで果たして売り上げがどのくらい伸びるのかなというのを私、不安いたしますけども、先ほど答弁の中にあったように、やはり知らないというのが一番大きいと思いますよ。これまして、旧雇用庁の中でも地方の人は知ってくれてるけど、ほとんど知らない、ほとんど知らないことはあるけども、まして旧橋本氏の人なんか本当に知らないというのが多いと思いますよ。それをいかにどうか、何を考えているのかということをね、もっと PR としていくことが大事だと思いますしね。だから先ほども言ったと思うけど、これが一般企業で一般経営者だったら、とてもこんな経営やっていける状態違いますよ。これがね、それをもっとしっかり考えてほしいなというふうに考えますんで、これから頑張っていくということはありますんで、期待しても私も質問をこれで終わりますけども、頑張っていただきたいというふうに思います。以上です。他に質問ございませんか。はい、すいません、さっきから質問勘違いせんといてほしいんですけど、公募しとることは正しくて正義であるっていうことを、肯定というか褒めとるんで、どっちかったら教育 の公の施設をバチッと決めてるところはそっちについていかなかったことであって、褒めとるんであって勘違いせんといてほしいんです。で、もう一個お伺いしたいのは2つあるんですけど、1個は室長さんの答弁の通り真田丸の効果があって云々っていうのは当然その経済効果を恩恵を受け取ると思います。で、小屋口の駅から筆山の駅のどのラインかはきっちり明確ではないんですけど、なんとなしに赤い真田の提灯があって誘導されとったりとか、ほんまに筆山町には観光ではいろいろお世話になって、で恩恵を受け取るっていう言葉が適切なのか失礼なのかそれは分からないですけど、私はええように思ってます。逆に、河南地区であったり小屋口もそうなんですけど、観光客にしたらどこが橋本でどこが小屋でどこが久山かっていうのは黒子道もしかりで、どこっていうのは観光客からしたらどっちゃでもいい話であって、川南も久山町と思われとる人が実在するんです、はっきり言って。ということはブランド推進室さんのこの地場産業振興センターも、真田の提灯あるんで、どっからが久米町でっていうのは線引きないんで、本当に恩恵受け取ってありがたいと思うんですけども、この効果が今キープできとるっていうことは、当然真田丸終わって違う NHK 大会になったり、朝ドラ誘致はまた絡んでくるんかどうか分かんないですけど、ある程度の売り上げが来客数が下がる見込みっていうのはちゃんと検討を立ててるのかっていうこと、それを一点お伺いしたいのと、で、この説明資料の一番後ろなんですけども、収入のところの
繰り越し余剰金ですね、これこんだけも多いのは、そのなんていうかな、常識的にっていう聞き方はおかしいかもしれないですけど、ちょっと多すぎるっていうか、これは大丈夫なのかなと思うんですけど、その2点についてお伺いいたします。はい、橋本ブランド推進室長。ブランド推進室長。はい、そうですね、来客者につきましては、まあ、やはりまあ、真田効果が、まあ、全くなくなったというわけではないでしょうけれども、少なくなる見込みであろうということは、まあ、何パーセントか、そこまで数字で出しているわけではないですけれども、は見込まれますの で、その分ですね、まあ、じゃあどうするんだということになると、その、まあ、ペーパークラフト体験であったりとか、そういう、まあ、体験事業を増やして、それを、まあ、カバーしていかないといけないかなというふうに考えております。で、繰り越し剰余金でございますけれども、そうですね、まあ多いか少ないかについてはちょっと私もそこまでちょっとはっきりとは分かりませんけれども、まあまあ売上でその、まあ、出てきた利益なども、まあ、含んでおりますので、まあ特に、まあ、多すぎるというふうに感じているわけではございません。はい、以上です。経済推進部長。経済推進部長。まあ、私審査の時に気になったのはもう一つ、この収支計画の中で商工会からの一般会計繰入金、毎年約120万円を見込んでおるんですね。これ何かと言いますと、受託した指定管理者の商工会のいわゆる本省の方から赤字になるんで、これだけ補填してくれておるということです。私はこういう補填までしながらこの継続持続可能になっているのかということが非常に、当然商工会の会員さんからも不満が出てくると思いますし、そこの部分について指摘もさせていただきました。まあ、そういう状況の中で、79万9000円の前年度繰り越しがあるんですが、もう2段上見ていただきますと、繰り入れ収入で120万、商工会一般会計からの繰り入れとあります。当然運転資金として流動資金を持っておかなくては、この4月早々なかなかそのいろんな事業ができませんので、そういう意味で、最初に現金を商工会の方から預かしていただいたり、この繰り越し金を使ったりするんですけど、現実単年度で見ますと、この繰り入れ収入を引くとですね、実際の自主事業は赤字だということをこれとって分かります。まあ、そういうことから、こういったところは計画の中で解消していただきたいというふうに考えておるところでございます。はい、他に、はい、田中委員。はい、まあ、この繰り越しの分なんですけどね、例えば、まあ、毎年市が補助金出している団体なんかですと 10% を超えた場合、超えた分自然とカットしますよね。で、まあ、今回これがいいのかどうかと、ちょっとこの繰り越しの内容もよくわからないんですけれども、このあたりについて財政課長どんなもんですかね。まあ、指定管理やから違うというのか、それともこれだけ繰り越しがあって、まあ、よそとの整合性が取れるのかどうかという部分でお伺いしたいです。財政課長。はい、団体の補助金なんかは補助金の規定がありまして、一定の繰り越し額がある場合は、補助金のカットという、まあ、そういう規定があるんですけども、まあ、指定管理につきましては本来こういった繰り越しというのは団体の方の収入になるのではないかと思っておりますけれども、まあ、そこら辺についてはその市と、指定管理者との間での、まあ、話し合いでこういう形になっていると思うんですけど、まあ、特に、私どもとしては問題視はしておりません。はい、他にございませんか。ちょっとはい、すいません。見てをちょっと教えてほしいんですけども、来館者数が、まあ、カウント方法が変わったといえども、かなり極端に下がってきておるんですよ。そんな中で、売上収入を見込んでいっておるんだけども、その売上についても、まあ、28年度で600万の売上があるんで、本当の計画では400万、
430万、480万と伸ばしていただいておるんですけども、それはどういう感じで計画されておるのかということと、この収支計算報告書を見させていただいたら、支援原価が8割なんですよ、80% なんですよ。この辺が、私は物販販売の仕事をずっと関わっとったわけなんですけども、金高いという気はするんです。まあ、仕入れ原価でいくと、なんぼ高でも60から65ぐらいのところが多いと思うんですけど、その辺、どういう判断をされているのかということと、売上よりも人件費の方が高いと。だから、これだけの売り上げするのに、高い人件を使って売り上げしとやつを販売しとるというね、これまあここの場合は販売だけが目的ではないんで若干許される部分はあると思うんですけども、あまりにも売り上げにも人件が高いというのはちょっといかがるもんかなと思うんですけども、その辺ちょっとお話ししますか。橋本ブランド推進室長。ブランド推進室長。はい。まず、まあ、来館者でございますけれども、まあ、今年度、来館者数、まあ、昨年度までと比べて、まあ、ペース、確かに落ちておりますのは、まあ、我々考えるところとしては、まあ、一つは、その、まあ、さだまる効果で、ラッピング電車なんかも走ってましたけれども、まあ、そういうのがなくなったということですね。まあ、そこが大きいのかなと考えておりますのと、まあ、あとは、カウント方法を変えまして、橋本ブランド推進室に来た方については、まあ、途中からカウントしなくなったということで、まあ、ブランド室に来た方が、まあ、物を何も見て何も買わないのかというと、まあ、そういうことでもないかと思いますが、まあ、より厳格にしたというところで、まあ来入荷者数については減っておりますけれども、まあ売上につきましては、まあ27年度の物品売上が約490万円、28年度の物品売上が約600万円、29年度、今年度の10月末の数字で物品売上が270万円ということで、まあ、28年度の600万円よりは、まあ、少ないペースですけれども、27年度並みに、まあ、真田効果が出たと思われる、28年度は、まあ、ちょっと高かったとはいえ、まあ、27年度並みには、売り上げは進んでるのかなというふうに考えております。で、まあ、仕入れ原価の 80% が高いじゃないかということにつきましては、まあ物品売り上げについては、指定管理者の方に、まあ、任せて、まあ、しっかり儲けてくださいよということで、我々もやっておりますので、まあ、その辺はまた、ご意見は指定管理者の方に、お伝えして、まあ、もっとこう安く仕入れられないのかとかですね、そういうことは、話したいなと考えております。で、人件費が高いということにつきましては、まあ、ご指摘の通り、やはり、まあ、ここを、地場産業振興センターは、まあ、売る利益を得るということも一番ですけれども、まあ、広く橋本の産品を知らしめる検討証拠、まあ、指定管理者とでという点もございまして、まあ、そういうところもございますけれども、ただ、まあ、当然、まあ、事業者として儲けてもらわないと、続かないということにもなりますので、そこら辺、まあ、人件費もちょっとね、下げられないのか、まあ、もっと、まあ、アルバイトを活用するとかですね、まあ、そういうことについては事業者にもお伝えして話をしていきたいと考えております。以上です。はい、辻本委員。人権を下げれっていうような僕は話はしてないんですよ。当然あそこにそれなりの要因がおればそれなりの人権がかかるのは当たり前なんで、それは別にいいんで、それ以上にやはり人件やっぱりできるような営業活動というか売り上げ上げてもらえればいいんで、ね、人件はもう確かに要因的にはもう僕は目いっぱいと思うんで、それはそれでいいと思います。それとちょっと分かってるんであれば、来館者数も7、8、9、10、その辺ちょっと教えてもらえません？ちょっと状況が29年の状況が分かるんで、すみませんが。はい、橋本ブランド推進室長。ブランド推進室長。はい、29年度の来館者数ですけれども、お手元に
添付している資料では、6月までの申請時のですね、あの数字が入っておるかと思います。7月が1132人、8月が457人、9月が725人、10月が1100人ということで、4月から10月まで4、5、6、7、8、9、7ヶ月で5787人というあのカウントでございます。以上です。よろしいでしょうか。はい、他にございませんか。はい、質疑がないようですので質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論する方ありませんか。討論がないようですので討論を終結いたします。これより議案第14号公の施設の指定管理の指定についてを採決いたします。本案は原案の通り決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決されました。この際10時50分まで休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。次に議案第15号公の施設の指定管理者の指定についてお議題といたします。本案について当局より説明を求めます。シティセールス推進課長。シティセールス推進課長。議案第15号公の施設の指定管理者の指定について説明をさせていただきます。まず最初に、資料の訂正といいますか中身の資料の1枚、差し替えの方をお願いしたいと思います。資料の6ページに年度別の比較表を掲載したのですが比較表の中で数値誤り及び記載漏れの表がありましたので、本日別点でお渡しさせていただいたものと差し替えをお願いしたいと思います。すいませんが差し替えをして、お詫びを申し上げたいと思います。ちょっと長くなりますので座ってお願いします。本件は、本市が所有する宿利温泉癒しの湯の指定管理者の指定について地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものです。指定管理者に指定しようとする団体は初代地和歌山県橋本市北宿り5番地名称スクラム紀の国株式会社代表取締役代表社名代表取締役西祐樹。指定する期間は平成30年4月1日から平成33年3月31日までとなっております。お手元の資料に沿って説明をさせていただきます。まず1ページの括弧1宿利温泉癒しの湯基本データはお手元の資料に掲載の通りとなっております。次に2ページの括弧2募集要項ですが別点1の8ページから21ページにかけて括弧3管理運営業務使用書については別点2の22ページから25ページに記載の通りとなっております。次に括弧4指定管理し、候補者の選定経過について説明させていただきます。本年10月17日に選定委員会を開催し応募者プレゼンテーションおよび、委員の意見交換を実施しております。同日審査を行い優先、交渉権者を決定しました。今回の応募団体数は1団体で、審査結果はスクラム紀の国株式会社 423.7 点でした。選定理由は審査基準に基づき審査採点した結果いずれの委員においても最低基準点として設定した60点を上回ったためスクラム紀の国株式会社を宿利温泉癒しの湯の指定管理候補者として選定しております。なお満点は委員1人当たり100点ということで合計600点で審査基準は7ページの別紙の1のところに記載しております。次に括弧後指定管理候補者の概要についてですが団体名から初代地につきましては冒頭申し上げたとおりでございます。従業員数は正社員1名パート3名アルバイト9名資本金は250万円となっております。次に31ページから39ページの別点4事業計画書の主な事項を2ページから4ページに転記させていただきました。中でも4ページの括弧8管理の業務にかかる経費の削減を図る取り組みにおいて1つ目に現状の休館日は火曜日水曜日木曜日ということで平日のこの休館日を設けておるわけなんですけどもこれを維持した中で積極的な情報発信と平日の集客アップ営業経費の縮減を図り営業日の拡大を今後図っていければというふうなことであります。
2つ目につきましては、本事業部門と飲食事業部門間で従業員の配置をフレキシビリティに行うことで、人件費の削減を今後図っていきたいということであります。3つ目につきましては、デマンド監視装置による契約電力基本料金の削減、中東タンク、与党タンク、温泉タンクの保温対策、必要最低限のヒートポンプ稼働の手動管理などを行い、全体の経費の大部分を占める電気代の縮減を図るといった運営体制の改善や経費縮減の取り組みが計画されております。このことを踏まえた3年間の収支計画を5ページに、また6ページに主な売上金額及び人件費と光熱推進について、電子管理者の実績と今回の事業計画による数値を比較表として掲載しております。最後に、各種今後の予定ですが、議会議決後、協定書の締結をする予定で、53ページに使用書等に基づく3年間の基本協定の案を、76ページには主に当該年度の指定管理料とその支払い計画についての年度協定案をそれぞれ添付しております。説明は以上になります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。はい、田中委員。はい、まず前回より指定管理料が50万円上がっておりますが、その理由と、あと、27ページの損益見たら、13人に対して人件費合計が1200万円そこそこって言って、これ結構人件費少ないですよね。これ、ええのっていうのがすごい気になるんです。その分で例えば指定管理料上げたのかわからないですけれども、これ、人件費がちゃんと払えてないんじゃないかっていうのがすごく気になるんですけれども、そこの2点お願いします。シティセールス推進課長。シティセールス推進課長。はい、まず、前回の指定管理料350万から400万に今回上がっているというところの理由なんですけども、宿り温泉癒しの湯は、県立自然公園内に位置をしておりまして、風光明媚な景勝地で、これが売りになっております。このことが逆にアクセス面の中では、デメリットというところでもあると思っております。これは従業員を確保する中で、デメリットの部分があると思います。これらを解消するがための、その人件費を、通常通りではなかなか来ていただけないというところがございますので、ある程度その辺を手当てした中で、パートとかアルバイトとかを寄っていきたいというところを言っておられました。それと、あと、実際に施設自体が6年、7年目ということになってくるんですけども、それについても経年劣化ということで、施設のところの修繕も多々発生してきております。例えば平成26年度で言えば60数万円の修繕が発生しております。これはリスク分担の中で20万、未満については施設管理者の方でやっていただくというふうになっておりまして、今後4つのコテージあるんですけども、こちらについても外観の方かなり汚れてきておりますし、剥離されているところもございます。こちらの方の修繕も今後もやっていかなければならないというふうに思っておりますので、その辺の部分の50万というふうなところでございます。それともう1点目の27ページの人件費の件なんですけども、言われており、私どもの方もそういうところは若干思っているところがございまして、実際に西支配人さんがおられて、この方が結構この3年間オールマイティーで修繕から営業から諸々全部やっている中で、この施設を管理していただいているというところが実情であります。で、当然その人件費はかなり削りながら、自分もオールマイティーでやりながらというところでやっている中で、かなりその経費を抑えた中でやってるんで、実際のところは、なんていうんですかね、パートアルバイトについては、ほぼほんまに安い金額で来ていただいてるというところがあります。そういうところもあって、なかなか、新しくですね、例えば年始、ゴールデンウィーク、7月、8月というのは繁忙期になるんですけども、こういうところでパートアルバイトを雇うにあたって、なかなか来ていただいてないというところが実情らしいので、その部分の手当をしながら今後もやっていかなければならないというところを見ておりますので、今後はこの時点では1200万という数字ですけども、今後は1400、500というところの計画を上げていただいておりますので、その辺の手当はできていくのかなというふうには思っております。はい、田中委員。その1400、500でも少なくないですかってところなんですけどね、これはやっぱり市からちゃんとある意味指導せんな部分じゃないかなと
というふうに感じるんですけども、まあ、現状で13人で、まあ、1200ですよね。これで考えたら、この支配人の方は給料取ってないっちゃうんかなというふうにも見えて、この数字だけ見たらね、見えてくるんですけれども、それで、まあ、指定管理先がスクラムさんに仮にこの後決まったとしても、大丈夫なんかなという心配の方が先に出るんですけれども、そのあたりいかがですか。シティセール推進課長。シティセール推進課長。はい、実際のところそういうところの不安は私も持っております。ただ今回、まあ30年から3カ年の計画というところで、まあ、400万円、まあ、50万でありますけども50万円をアップした中で、まあ、事業計画を立てていただいております。現実その事業としましては宿泊の関係、温泉の関係ですね、そちらとレストラン関係の、まあ、自主事業ということで、まあ、2つの事業をやっていただいている中で、温泉の関係についてはこの見ての通りなんですけども赤字のところになっております。この部分を自主事業ということで、まあ、イベントをいろいろやりながら黒字をこの自主事業の部分で全体的な黒字化を目指しているというところが現状あります。まあ私どもとしましてはこの温泉の部分がですね赤字がずっと続くということはこれはもうやっぱり根本的なところがございます。4つのコテージの中でこのポテンシャルの中で、まあ、実際に今後その宿泊の、まあ、利用者数を上げていくというのはなかなか難しいところがあると思いますので、例えば地元 の, その空いているその建物をですね、まあ、活用した中で、まあ、宿泊利用者を増やしていくとか、そういうところを今後、まあ、事業者もやっていきたいなというところも考えておられるみたいなので、まあ、そういうところで、まあ、頑張っていっていただきたいというふうには思っております。はい、はい、いやね、これ、まあ、指定管理が決まったと仮にしてね、やっぱりこういう状態、まあ、人件費はこれ一番お金かかるところやし、それも極端に安い中で途中で仮にですよ、なくなったらもっと困ることですし、もっと言えば例えばパートアルバイトの方々が経営になったと、で実際ね、通りが回れへんなって、でまた、ね、営業日数を短縮せなあかんとかなった場合にもっともっとマイナスが膨らんでくると思うんですよ。でこの数字でほんまに大丈夫なのというところを、まあ、皆さんがね審査会でやられた中で大丈夫と判断したんでしょうけど、私たちはすごい気になるんですけれども、これほんまに大丈夫なんですか。シティセール推進課長。シティセール推進課長。計画を見る中では30年度については若干の、まあ、赤字というところを今出されているんですけども、まあ、31、32年につきましては黒字化というところで、まあ、なっております。27年から29年までの3カ年の、まあ、実績を見た中でも、まあ、一体化の状態でやっているというのはまあ、この実績を見ても、まあ、取れるわけなんですけども、実際のその事業者としてまあ、今まで頑張っていった姿もよく私どもも見ておりますし、今後そういう、まあ、インバウンドのお客さんであったり、今現状火水木と、まあ、3日の、まあ、お休みを取っている中で、インバウンドを意識した中でインバウンドの方については土曜日日曜日祝日これ関係なく、まあ、来ていただけるというところもございます。で、今年の9月からブッキングドットコムという、まあ、宿泊の、まあところを使いまして、まあ、外国人客を意識した中で、まあ、お客さんを増やそうとしております。まあ、現実今のところも9月にドイツから3名とか、10月には韓国から3名で、11月には、まあ、アメリカの方から2名という、まあ、これは台風の影響でダメになりましたけども、まあ、そういうところの拡大も考えていっていただいておりますので、私どもとしてはそういうところを、まあ、ちゃんと見ながら、まあ、指導の方もしていきたいというふうに思っております。他にございませんか。はい、堀内。すいません、ちょっと関連でお伺いいたします。まあ、課長さんがそういうふうにおっしゃるんだったらそれでいいと思います。で、僕が聞きたいのはその本市のね、観光のその根本的な話です。川南のこの宿り温泉癒しの湯っていう、まあ、観光の材料の一つとして市のこの重要というか必要性というかどれぐらい思うとるのかっていうのがその指定管理料に現れると思うんですけども、ここがなくなったら困るのは
橋本氏なんとちゃうんかなっていうのを思うんですけども、もうちょっとその手厚い、別に偏っとるわけではないんです。田中委員のおっしゃることもよくわかりますし、課長さんの説明も理にかなっております。で、今まで指定管理者が変わってきてるっていうのは、売り上げがまあ追いつかない企業努力だけではなくて、やっぱり追いつけない現実的数字で、自然の災害根拠、いろんなことがあっての話なんで、もう少しこの労基法に触れる触れないとかの人件費であったりとか、その代表の方がボランティア汗かいとるからこの数字になっとるっていうことを黙認しとるということになると思うんで、もうちょっと手厚いっていうかな、本市として川南として、ほんでまあ関係ない話ですけど、 DMO を云々って言うんであれば、ここにこの拠点がなかったら、高野山麓ツーリズムビューローとかいうのはなんか語れれへんと思いますし、担当課としてもうちょっと このとこに応援しようかっていう気持ちっていうのはないのかなってちょっと聞きたいんですけどね。そこらお伺いしたいんですけど、いかがですか。シティセル推進課長。シティセル推進課長。はい、ご指摘の通りだと思っております。去年観光分野についても今後力を入れていくということで、黒子道が世界遺産になった時に、この一部を通って宿りの方へ行った、こういう、実績もございます。これは当然市外から来られたお客様に大変喜んでいただいたという実績もございますし、南海さんとタイアップした中で、地方狩りを入れた中で、すぐこれも満杯になって、南海さんの方から今年も一緒にやっていきましょうという、声もいただいている中で、当然先ほど委員の方からも言われました DMO という当然観点もございます。私どもとしましても、一つ観光資源の一つとして当然捉えてはおるわけでございます。今後その大きな大きなというか、DMO では観光資源として当然取り上げていった中で、そういうところをいろいろ講師として取り上げていくというようなことを考えていかなければならないというふうに当然思っておりますし、ご心配されているいただいているような従業員が来なくなったりとかいうことで、もうこの施設自体が運営になるパターンということになれば、これは市としては全く困ることでありますので、当然補助金を入れた中で、大きな補助金を入れた中でこの施設を作った経過もございますし、この施設がたちまち動かなくなれば、その補助金変化という話もなりかねませんので、当然この施設については私どもとしましては当然観光施設の一つとして作り上げていきたいというふうな考えがありますので、先ほど来から言われているこの400万で本当に大丈夫なのかというところは当然あると思うんですけども、私どもとしましては、3年間見た中で、当然この計画を見た中で、今一番経費として大きいところが動力費、電気代ですよね。オール電化ということで、施設代のこの一つ決定のところがございまして、その辺もクリアできるかどうかというところは十分検討していただいております。で、関連さんの方とずっと、そういうところの協議をしながら、特約契約というところをできるというような、話を、いただいているみたいで、数字としてましては、15% というような話もしてましたけども、金額にすると200万ぐらいになるかなとは思ってるんですけども、こういうことも事業者としていろいろと考えていただいておりますので、まずはこの400万で私どものは見守っていきたいというふうに思っております。堀地。はい、よくわかりました。で、黒子道とかいろいろこう言うていただくので話それないように質問します。市の覚悟はわかりました。で、あと必要性も腹割って補助金の返還命令だったりとかきっちり説明いただいたんで、言いにくいことも言っていただいたんで、課長並びに川の全体の職員の皆さんの思いというのも分かりました。ただね、やっぱり、どうしてもよく部長さんが答弁で言われる点と点を線でっていうところをね、考えた時にね、ソフトハード、ソフトの部分をね、こう点と点をこう何ていうか線で結んだ時にね、どうしてもその僕のイメージとしたら無理やり縫い合わせて引っ張っとるようにしか見えれへんのです。ということは綺麗な面になってないように思うんで、やっぱり誰かがボランティアして誰かがしんどい思いして継続性をこうやっていかなあかんように見えるっていうのが客観的な意見です。で、なんで客観的意見が言えるかっていうのは、僕結構次に何回も高野山であったりとか筒賀であったりとか山行くたびに寄るんです。気になるんで、この間もエレベーター壊れてまして乗れませんでした。そういうところも結構維持管理かかっとるんで、隠してないとは思いますよ。でもね、やっぱり
現場へ足運んで行ったらね、なんか寂しい、でなんかそのみんながちょっとずつ努力しとる、でしんどそうに見える、で、指定管理者の従業員の方はほんまに温かくて愛想よくね、うん、あのこの間もちょっと寄ったら、オープンが11時かなんかで、ちょっと分からへんで、10時50分とかに入ったら、快く入れていただいてね、ほんまにあのこんだけしかないけどってちょっと出していただいたりね、うん、ほんまにええとこに指定管理戻ると思うんで、C として、あの他に私とこもやりたい、僕とこもやりたいって、この入札でこのプレゼンして、ふるいにかけらなあかんっていう現実がない以上ね、この業者を絶対に離してはいけない、この業者をもっと大事にせなあかんっていう、別に肩入れしとんでちゃいますよ、僕、あんまり喋ったこともない団体なんで、あれなんですけど、そういうやっぱり特に若い世代が手を挙げて、ここの指定管理を受けてくれとるとこを絶対に守っていったろうや、で C として、例えば黒子道でも何でもいいです、イベントあったらちょっとでも客を送り込んだろうや、C として大事な場所なんやっていう思いがね、なかなか僕としたらちょっと伝わってこないんです。だからそこらも踏まえた上で、売上向上のまあアドバイスとなり、その誘導もするということをね、やっぱり前提に置いていただいてね、うん、守ったろやないかという、ただうちは指定管理でこの審査しとるんやだけではね、次呼んだら来てくれへんだら、また維持管理400万、500万掘るんですかっていうことをまた議会で議論せえなあかんようになるんで、うん、そこはやっぱりきっちり考えていただきたいと思うんですけど、いかがですか。経済推進部長。経済推進部長。この指定管理者に対してすごくあのご理解いただいておりますこと本当に感謝申し上げます。まあ、最初のこの事業者が指定管理を受けるときに競争したもう一事業者の指定管理料の提案は1000万円を超えておりました。まあ、そういう状況の中で350万円という数字が本当に可能かどうかということを私ども非常に悩んだわけなんです。でそういう状況で今の責任者はですね、どうしてもこれでやりたいんだっていう強い意志があって、で今回もですね、本当は350万円でそのまま継続していきたいんですけど、まあ、この度だけはまあ諸事情で、50万円だけ上げさせていただきたいっていう、そういう状況の中で逆に本当に50万の改正だけで大丈夫なのかっていうことも実はお尋ねしております。昨年度、平成27年度の実績で、経常収益が赤字になっておるところが28年度で若干ではございますが約60万ほどの黒字になっております。これなぜかと言いますと、前年度からアドバイザーを別の予算でここの、宿りの方に、入れております。でかなりこの方は積極的にいろんな事業を近くで実はこういう、まあ、似たような宿泊事業、キャンプ誘致、そういったことをやられている事業者の代表の方なんですが、この方と頻繁に、支配人に出会っていただいて、で具体的なメニューの提案であったり、どうやってそのお客さんを集客するかっていう、そういうお話をきっちり協議した結果ですね、28年度については約50万の利益が上がってきたわけです。来年度の当初予算の話はまださせていただくわけにいかないのですが、このアドバイザーについては引き続き、この指定管理料と別にまた提案させていただこうと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、堀内議員。はい、部長自らありがとうございます。まあ、そこまでの思いやられたら、あと形にしていただけたら、やっぱ応援したらんと、ルートインと君荘のその次に続く宿泊施設って言うていいんですかね。うん、やっぱりそこ守ったらんと本市に来てくれっていう整合性取れてないんでね、まだビジネスホテル旅館も足りないのにやるんやって なっても困りますんで、どうぞ応援してあげて、うん、僕は平等性に言うとるつもりないけど、偏ってるように聞こえたらすいませんけど、やっぱりせっかくやる以上ああいう勢いのあるところを担当課としたら守ってあってほしいっていうのが僕の思いなんで、まあ、先ほどの田中委員の人件費も踏まえた上で、管理料とかももっと、もっと歩み寄ってね、どうやろうとか、こういうふうにしんどくなる前に声掛けしていただけたら、ありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、結構です。他に、はい、はい、今木。はい、関連なんですけども、先ほど課長の方からインバウンドのお客さんもぼちぼちとこちらの方へ来ておるということなんですけれども、
私も最初この境内建設委員会の方に、議員になってすぐ入れていただいて、この問題については委員会の方でもいろいろと発言させていただきまして、その時感じたのはほんまに、ブレーキのない、遊びのないブレーキでこう発進するんですかっていうふうな質問させていただいたんですけども、先ほどの部長の答弁にありましたように、この指定管理料が基本的に、僕も安すぎるんではないかと。しかし業者の方がこれで、営業日数を3日4日にしてやっていけるんやという計画なんで、これでいけるんですという話やったんですけども、その後いろいろ見ておりますと、本当に、この経営者の方がいろいろ努力して、そしてまたいろんな形でアドバイスを受けて一生懸命やられとるのはよくわかるんですけども、そんな中でも400万の指定管理料っていうのは、私自身はもうこれ安すぎるというよりもこれでやれるんかなっていうのを危惧しとるわけなんですけども、それはそれで、皆さんと同じ考えなんですけども、ここへ来る、宿利温泉行くのにやっぱり交通アクセスがあまりにもこう悪いと。インバウンドを集客するんであれば、やはり橋本の駅から宿利温泉、そしてまた宿利温泉から高野山へというふうな形で、その堀内議員も言いましたDMO も関係してくると思うんですけども、そういうふうな外国人のインバウンドの方を橋本の駅で拾って、宿利温泉で泊まっていただいて、また小屋さん行くというふうな形の連携といいますか、小屋さんとの連携を取るというのも一つじゃないかと思うんです。やはりあそこをなんとかこう人が来てもらおうというふうに考えた場合、やっぱり基本的に一番大事なのは交通アクセスだと思いますので、シティセールスの方でこれのできるかどうか分かりませんけども、輸送方法、その辺のところをちょっと考えていただけたらなというふうに思うんです。これはスクラムさんの問題かも分かりませんけども、そういうふうなところでもバックアップ、またサポートっていうのをお願いしたいというふうに思います。どうぞ。シティセール推進課長。シティセール推進課長、はい、ありがとうございます。現状でもスクラム議論国さんの方、事前予約があった場合ですね、ワンコースーカーを使ってですね、最寄りのところまでは迎えに行って、下田駅まで迎えに行って来ていただいて、また次の施設へという、そういう送迎の方もやっております。それがどこまでできているかというところはありますけども、現状はそういうところをやっております。今後は、当然、インバウンドを意識した中でやっていくことになりますので、二次交通については、そういうところはいろんな側面から検討していきたいと思っております。はい、他にございますか。はい、すみません。はい、これ見ましたら、光熱費というかな、この電気代700万、800万ということで出るんですが、これもう関西電力じゃなしにですね、電力の自由化になってるんで、和歌山電力だとか奈良電力とかですね、そちらも見てみたら多分半減する可能性もあるかと思うんですよ。で、電力会社はちょっと検討するのも仕様ちょっと考えた方がいいかなというふうなことが一点と、今一人のお客さんが来ても10人が来ても湯沸かす電気代は一緒かなと。やっぱり湯沸かさな社内やから、だから無駄な電気代っていうのを考えますとですね、そこらもちょっとちっちゃい270リッター用の湯沸かし器横につけるだとか方法はいろいろあると思うんで、少しこの電気代を考えていかないと、この700万800万っていうのはやっぱりちょっとこれは維持するのに大変かなと思いますんで、見直す必要はあるかなと思いますが、どのようにお考えでしょうか。シティセール推進課長。シティセール推進課長。はい、先ほどもちょっと説明の中で、申し上げたんですけども、東電動力部品につきましては、700万800万ということ
ということで、かなりの大きなウェイトを占めております。ということで、電力の自由化もございまして、大阪ガスであったり、いろんな事業者と、そういうところの検討はしております。その中で先ほど申し上げましたように、関西電力の方で、契約ができるような形になってきましたということで 15%、 先ほど申しましたけども、約100万ぐらいの、減額というふうになってこようかなと思いますので、今現状はそういう形で、事業者の方でいろんな事業者とそういう協議をした中で、今 現在は関連さんとの特約でやっていきたいというふうなことを言っておりますので、この辺はご理解をいただければというふうに思います。はい、ということで、もっと会社探せば100万どころではないぐらい負けてくれるような電気会社多分あると思います。だからそんな契約するのがちゃうだけの話なんで、そんなすぐにできるというふうに思いますので、ちょっと何件か当たっていただけたらいいと思います。和歌山電力だとか奈良電力当たってますでしょうか。シティセール推進課長、シティセール推進課長、実際にどこまで当たっているかというところまでは把握はしておりませんけれども、現実電力の自由化になってからはいろんな事業者との協議を重ねているということを聞いております。今おっしゃられた、半減するというふうな、もしかそういうものがあればですね、当然そちらの方に乗り換えていくというのは当たり前の話だと思いますので、一度、事業者の方にはそういうところは指示したいと思います。はい、それと一緒にお伺いしました。一人のお客さんやったら全部沸かす必要もないんやから、こうサブでつけたらええんやっていうような話もさせてもらったんですが、その件についてどう思われますか。シティセール推進課長、シティセール推進課長、実際のところそれができるかどうかっていうところは私ちょっと今のところ何とも言えませんけども、やはり動力が大きいということで、今の営業日数のところも、一番最初に事業をやっていただいたところは365日体制でやっていたところ、これは無駄があるというところで、やはりその繁忙期であるとか、7月8月はフルで稼働するとかいう形のもので、その動力の方を合わせるような形の努力をしていただいているところでございます。ちょっとその施設をそういう形にするかどうかというのはちょっと今のところ私分かりませんので、またその辺を検討していただくような形で指導をしていきたいと思います。はい、すみません、今の分かりました。だから水が足らないということございませんか。季節によってですね、水が足らないというようなことございませんか。シティセール推進課長、シティセール推進課長、受けております。はい、他に、はい、すみません、1点だけ教えてください。関連でちょっと電気絡むことなんで、この、資料を見たら33ページでオール電化のデメリットってちゃんと書いていただいておって、で、改善策として三菱電機の検討中とか関連とどうのを書いてくれてあって、これはよう分かるんです。だ、ね、今、副委員長さんの質問とまた並行して違う観点からお伺いするんですけども、このもともと設計図上がって、前市長の時にこれ作るんやって言うて、もうこう詰め上がって、もう立ててしまったもんは議会議決もしてるし、もうこれはデメリットとしてたまたまのこうなるはずじゃなかったと思うんです。それはもう分かるし理解もできる。で、結果として今その動力に対して何百万、700万、800万かかってるっていう現実をちゃんとデメリットとして本州を受け止めてくれているっていうことは、逆エスコの感じでね、例えばその新しいのに切り替えたらこんだけ電気代下がるんやっていうエスコ事業の観点から見たときに、逆エスコで考えたときにね、オール電化がデメリットという表現してるんであれば、ボイラーに切り替えたとき、ランニングコスト何年つこた700万の、例えば5年で、3500万ぐらいいるんやっていうのを例えば分母としたときに、今本当だったら壊れたときに乗り換えっていうのが一番正しいとは思うんですけども、今ボイラーに切り替えたらとかガスに切り替えたらとか、その選択肢でそのエスコに対してのランニングコストを計算して数字をシティセールス課さんは持ってるのか持ってないのか、ちょっと教えてほしいんです。シティセールス推進課長、シティセールス推進課長、申し訳ないんですけども、そこまではまだ今のところ計算しておりません。はい、はい、堀知事。
ごめんなさいね。これをやっぱり計算してあげやんと、さっきの僕の質問になるんですけど、手差し伸べて若い頑張っとる事業者頑張れっていうことの裏付けにはならんと思うんで、ぜひとも今日終わったらでええんで計算してあげて、でどっちが得か考えたら、壊れたものを切り、エアコン壊れたから新しいの買う、これは当たり前の話やけども、壊れてないけどもこんだけ動力でかかっとるって言ったら、やっぱりどっかで元取れる線っていうのがあると思うんで、デメリットとして気づいてるんであれば早く早期解決してあげるっていうのも一つの救いの手やと思うんでね、そこはちょっと数字的根拠を持って、ここの業者さんと、寄り添っていただきたいということを要望しておきます。 お願いいたします。はい、ありがとうございます。他にございませんか。なし、はい、質疑がないようですので質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論する方ありませんか。なし、なし、討論がないようですので討論を終結いたします。これより議案第15号公の施設の指定管理の指定についてを採決いたします。本案は原案の通り決することにご異議ありませんか。なし、なし、ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決されました。次に請願の審査に入ります。請願第9号の紹介議員は小西議員であります。お諮りいたします。本請願の審査にあたり、紹介議員の小西議員の本委員会への出席について会議規則第142条の規定により出席を求めることといたします、いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。あります。ご異議がありませんのでそのように決しました。これより請願第9号太陽光発電設置に伴う土地への残土埋め立てによる造成工事計画に対し、和歌山県に許可しないよう強い働きかけを求める請願についてを議題といたします。それでは請願紹介者より請願理由について、説明を願います。委員長、小西議員。はい、皆さんお疲れ様でございます。それでは、配布させていただいてある、請願の理由というところを朗読させていただいて説明とかにさせていただきます。太陽光発電設置予定場所は、私たちの住む地域が先人たちより受け継ぎ後世に引き渡していかなければならない素晴らしい自然あふれる土地です。また建設予定場所は農業用水の源流となっており、大野地域にとって大変重要な場所となっています。先般工事業者による説明会が2度開催されましたが、その説明内容はとても説明といえるものではなく、私たち地元地域にとって新たな不安を呼び起こすものでした。さらに土砂搬入について質問を投げかけても、どこからどのような土砂を搬入するのかについての説明もなく、産廃混入の懸念が拭えません。今回の計画は当該地区である大野20区全住民が反対するだけでなく、地元水利組合も非常に心配している計画となっています。以上の状況を鑑み、和歌山県に対し開発の許可をしないよう強く働きかけを行っていただくようお願いいたします。以上になります。説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませんか。はい、はい、小西委員。はい、ありがとうございます。まさに説明委員さんのおっしゃる通りで、地域住民の思いがありきの本当に地域だと思います。でそこでちょっと理事よろしいですか。現状ですね、今のこの現状について、まあどんな動きがあるのかとか、まあ、そういうのをちょっとざっくばらんに教えていただきたいのと、であとまあここにもあるんですけども、まあ、産廃混入っていうワードが出てるんですけど、この可能性についてっていうのをちょっとトップの理事にお伺いいたしたいと思います。すみません、お願いします。はい、理事。ちょっと確認させていただきます。現状っていうのは、どっちの現状の意味？申請に対しての審査。あ、いや、あったかどうか、申請があったかどうかとか。堀内委員の、ご質問にお答えをいたします。この現在、お話の出ます太陽光発電の件でございますけれども、
現状はですね、県に対して、臨時開発許可の、事前協議中ということで、話を伺っております。まあこれにつきましてはですね、非常に、地元への、ここにも書かれておりますように、地元への対応も良くなかったというので、地元の方が、心配されているというのは本当によくわかります。で、まあ こういう地元の、地元の同意の、ないものについてですね、市についても当然賛成をするというようなことはございませんし、当然法律に基づいてですね、市への意見も紹介も来ると思います。それについても、地元の、同意のないものについては、賛成するというようなことはないかと思います。また県におきましても、他の、県でですね、今年の6月議会で知事も、答弁しておりますように、県としましてもその、臨時開発許可の同意というか許可についてはですね、地元同意のないものについては賛成しないというか受け付けないという、扱いをするということではっきり、担当部局の方もそういうふうなことを言っておりますので、これについては市としても地元の方の意を組みましてですね、知事の方にもというか県の方にもその、受け付けないようにということで言っていきたいというふうに思います。参拝根性の可能性ですか。非常に、ここまで言うていいか、あれなんですけどね、当然いろんな業者さんもおられますことで、その辺ははっきりとは断定することはできないと思います。でもどこでもそういう可能性はあるっていうのは事実でございまして、よく大阪の方からも運ばれてきたりしておるというような現状に鑑みましてですね、やっぱり可能性としたらあるんじゃないかというふうには思います。以上です。はい、ここにございませんか。はい、よろしい。はい、説明と言えるものではなくって、説明会開いたとき2度話しされたようですが、どのような説明と言えるものではなくて、どういうことを話しされたのかお聞かせください。請願人お願いします。暫時休憩いたします。はい、再開いたします。はい、委員長。はい、杉本委員会のご質問の件ですけれども、説明会においてでもですね、地元住民の方々からの質問に対しても的確な答弁といいますか、答えというところも返ってきてない現状があったというふうにも聞いておりますし、記載をさせていただいているように、土砂搬入についてもどこからどのような土砂を搬入するのかということについても説明はなかったというふうな現状でございます。はい、よろしいでしょうか。はい、他にございませんか。なし。はい、暫時休憩いたします。それでは再開いたします。質疑がないようですので質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論する方ありませんか。なし。討論がないようですので討論を終結いたします。これより請願第9号太陽光発電施設に伴う土地への残土埋め立てによる造成工事計画に対し、和歌山県に許可しないよう強い働きかけを求める請願についてを採決いたします。本件は採決と決することにご異議ありませんか。なし。ご異議なしと認めます。よって本件は採択と決しました。すみません。はい、もし可能であれば今度この委員会から改めて意見書和歌山県知事に対して出していただければと思うんですけれども、そこを協議いただければと思います。はい、それでは、意見書案等をご協議いただきたいと思います。今日まず意見書を出すかどうか、意見書案等をご協議いただきたいと思います。暫時休憩いたします。
それでは再開いたします。委員長より申し上げます。意見書の文案は、案の通りとし、会議規則第14条第2項の規定により本委員会から提出したいと思います。これにご異議ありませんか？ご異議ありませんので、そのように決しました。以上で本委員会に付託された案件の審査は終わりました。なお委員長報告の作成については私と副委員長に一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか？ご異議ありませんので、私と委員長副委員長において作成いたします。